はい、どうも小坂ですというわけなんですけどね、はい、今ね、アドレスで、武蔵境に住んで1週間ですね、ちょうど1週間ですよ、ね、もうなんかね、大体ね、山行ってることが多いんですけど、昼間ね、編集の時があるんですよね。編集してる時は、まあどうやろうかなというところなんですけど、昼間ぐらいね、どこか行こうかなっていうところですね。それにね、大体ね、ランチがね、この辺の周辺のね、僕の外食レーダーを働いてね、行ったランチをちょっといろいろ紹介していきたいと思いますね。はい、この1週間に行った、ランチですね。はい、ちょっと順番に紹介していきましょうか。はい、武蔵境駅周辺のですね。で、今日はね、一回ハンバーグ屋さんですね。前から気になってたハンバーグ屋さん、ちょっと行きたいと思います。はい。そやな、結構、そうか。まあ、そんな感じちょっと行きましょうか。このね、武蔵境のお魚屋さんね、ここテイクアウトだけなんですよ。テイクアウトだけなんで、ちょっとこの刺身うまそうなんです。結構1400円、1600円ぐらいするのかな。美味しそうなんですけどね、ちょっといかんすね。まだいかないですね。でね、ここのシタールインドレストランね、ここ美味しかったっす、カレー屋さん。はい、値段もね、なんか1280円ぐらいかな、ね、カレーと、カレー2種類か、ナンとご飯と、サラダと、あとチキンかな、ついてましたんでね、結構、都内でやったらまあまあ平均ぐらいの値段じゃないでしょうかね。結構まあまあ、すごい、自分の家のカレー屋さんとセットコースが似てるんでね、すごい親近感湧きました。じゃあね、次ね、行きましょうか。からしうどんの店か、大村。大村ね、これ前行ったんですけどね、どうもね、なんかあれっすね、東京のうどんと関東のうどんと関西のうどんがちょっと違いますね。なんで関東のうどん、前から聞いてたんですけど、そばとかうどんっていうのはやっぱ辛いんですよね、つゆが辛いからね、そのどっちかっていうとあれを楽しむでしょうね、麺を楽しむ、ちょっとつけて麺を楽しむと、関西ってスープを楽しむ感じなんでしょうね。どうもね、そのね、感じがちょっとまだ慣れてないというかね、口にちょっと合わなかったですね。大辛うどんね、確かに、ね、野菜とかお肉とかたっぷり入っててね、ボリューミーだったんですけどね、ちょっとその辺が、ちょっと難しかったかなっていうところで、担当の人は多分美味しいと思います。こんないううどんね、辛いうどん食べ慣れてる方は美味しかったと思いますけど、ちょっと僕はね、ちょっと難しかったですね。ただね、昔からの店のある雰囲気のいい店なんでね、多分きっと、外食レーダーは間違ってないと思います。はい、で次ですね、次行きましょう。次ハンバーグでも食べに行きましょう。ご飯どころ皆川さん、ここはねすごい美味しそうやな、ね、どうしようかな、よいしょ、何食べよう。はい、食べましたね。結構ね、シンプルな感じでした。よいしょ、ね、850円で、ハンバーグと焼肉とオムレツがついてるのかな、味噌汁と、サラダとキャベツご飯、ね、結構まあまあ安かったんじゃないですかね、シンプルに、美味しかったです。はい、では次ね、いろいろ買い物しましょうか。あと、あそこの九州ラーメンも気になるんで、また、ね、次回、デビューしたいと思います。おお、なんか全然知識なかったんですけど、登山用品店3個あるじゃないですか。いや、全然知らなかった。ちょっとすごい急にテンション上がりました。ちょっと行きましょうか。ちょっとね、撮影とかいきなりはさせてもらうのに、ちょっと行ってみましょう。行ってみてね、参りましょう。うわ、すごいな、丸いな。はい、ね、なんだとかモンベルとかね、結構いろいろありましたね。すごいミレーとかもありましたね。なんかすごいね、こじんまりした店なんですけどね、非常にね、相談に、山の相談にね、乗ってくれそうな感じですね。地域密着の店みたいな感じでね、良かったです。はい、次ですね、ちょっと行きましょうか。100均行きましょう、100均。